Welcome to TGK Light Up TV! ということでね、来てます。来てますというか行ってます。女子サッカーをゴールキーパーから盛り上げるプロジェクト第4弾ということで。はい、今ね、ちょっともう朝日昇ってるんですけど、ちょっと暗いうちから出てですね、今日は、大分県にあります柳ヶ浦高校に、向かっております。はい、まあ見てもらったら分かると思うんですけど、スクールの車で向かっております。ちょっと大きい車なんで緊張してますが、はい、そんなことはどうでもよくて、今日はね、久しぶりの、女子サッカーゴールキーパーから盛り上げるプロジェクト第4弾ということで、今回はですね、私がトレーニングをします。久しぶりですね。いつぶりだろう、東海大五ぶりなので、まあ、企画としては2回ぶりになるんですけど、期間的には半年ぶりぐらいになりますね。女子のゴールキーパーの子たちと楽しく、そして真剣にゴールキーパーで遊んでいきたいなと思いますので、その様子もね、お届けできたらいいかなと思います。ではあと何、どんぐらいかかるんだろう、あと30分40分ぐらいかかるのかな、ということでいきたいと思います。レッツゴー。はい、柳ヶ浦高校はですね、大分県の宇佐市にある高校になってまして、インターハイ2回、選手権全国大会5回出場というところ、かなり強豪校になっております。学校からね、ちょっと自転車で5分10分行ったところに人工芝のグラウンドありましたので、そちらに行って練習してきました。で、構えた状態で両足ジャンプ、ジャンプしたら体1個分外にボール投げるから体引いて、じゃあ3本ずつとりあえず、はいはいはい、はい、でまず構え、そのまで構えてみて、どこに入るの、だいぶ手前に来てじゃなくて、もうちょっとこう足広げて、その時の式分かる、親指の付け根と小指の付け根と、あとかかとのここら辺を意識して構えて、胸張ってこう立つで、お尻、膝曲げなくていいからお尻グーもうちょっとで、胸張って、その状態で肩とつま先の間に膝が入るように、こう内側に入る、ピョンって飛びすぎ、基本的には構えの姿勢キープして足だけ下の高さ、はいはい、OK、 はい、 OK、 怪我、はい、するぞ、その倒れ方、やめて、やめて、ここに出てもらえば倒れた、今の状態だと倒れ
ま先と、はい、こっちのまま先で最終的につま先コーチの方に向けて倒す。そうそう、そうすると側面で着地できるから、じゃあその動きにします。いくよ、はい、そう最初つま先ボールの方に、最初コーチの方に、まずは名前と学年からお願いします。そう、高校2年生の川内かすみです。はい、キーパーを始めたのはいつですか？初めては、うん、小学校の大会でキーパーがいなくて初めてやりました。うん、キーパーを本格的にやろうかなと思ったきっかけは何ですか？中学校2年生の時に最終選考で落ちて、うん、ナショに行けなかったからです。なるほど。キーパーやってて楽しいこととか、ここがキーパーいいなって思うこととかってありますか？ボールが来なかったりしたら結構地味なポジションだけど、うん、いざピンチってなった時に止めればヒーローになれるとか。あー、いいね。なるほど。じゃあ、今日は私のトレーニングを受けたと思うんですけど、まあ、その感想だったりとかなんかあれば教えてください。今まで教えてきてもらってた感じと少し違うところがあって、新鮮さとかがあって、うん、いざやってみたらそっちの方が楽にプレーできたりとかしていい経験でした。なるほど。柳ヶ浦ってどんなチームですか？みんなが声出して、うん、きつい時も頑張るチームです。なるほど。じゃあちょっと1個だけ質問追加するんですけど、今後の目標教えてください。そう、まずは目の前の全国大会で1個でも勝ち上がっていけるように、今回の全国大会で満足せずに来年も一つずつでも上を目指していきます。じゃあ最後にちょっと柳ヶ浦興味あるな、行こうかなって思ってる選手たちに向けて一言お願いします。サッカー中はフラットですごいやりやすいし、きつい時でもみんなで声出して笑って乗り切るチームだから、ぜひ来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ名前と学年お願いします。はい、3年の小牧飛鳥です。はい、キャプテンということで、はい、はい、で今まで3年間でこう柳ヶ浦で練習してきてると思うんですけど、練習の環境とかってどんな感じですか？はい、自分が1年生の時はその先輩
とフラットっていうことがなくて、2年生からまあフラットになって意見とかも言いやすくて、まあいい環境で、やっぱ人工芝っていうのもあっていい環境でできてるなと思ってます。出身はどちらですか？は宮崎です。宮崎、はい、ということは寮なのかな。はい、うん、寮とかってどんな感じですか？寮は綺麗で学校も近くて、で設備とかもしっかり整っていて、とても過ごしやすいなと思ってます。寮は何人部屋ですか？は2人です。2人部屋、はい、なるほど。学校までの距離はどれぐらいですか？はもうすぐ目の前なので、横断歩道渡ったらもう学校の感じで、じゃあもう徒歩 1,2 分って感じで、はい、あーなるほどなるほど。グランド、学校からグランドまでの距離感とかってどれぐらいですか？は自転車で15分自転車で15分、はい、じゃあ別にそんなに遠くはないって感じですね、はい、なるほどなるほど。ちなみにもう3年生ということなんですけど、進路とかって決まってます？はい、どちらに？自分は、うん、日本体育大学の方に行きます、うん、なるほど。進学先とかって結構他の先輩とか同級生とかってどういうところに進んでるんですか？は自分の先輩は徳山だったり、は自分が行く日本体育大学で、東京国際大学、あと神奈川大学とかで、同級生とかだったら九州スポーツ専門学校とか、うん、環太平洋大学とか大東文化とか。じゃあ結構進路先のサポートとかもしてくれる感じかな、はい、うん、なるほど。じゃあ最後に、柳ヶ浦にちょっと興味持ってる中学生、まあその他女子サッカーのやってるみんなに向けて一言お願いします。柳ヶ浦高校はの女子サッカー部は練習とかはフラットで、やっぱやりやすい環境だし、グラウンドも、まあ、少し距離はありますが、人工芝でやれるっていう環境で、で寮も寮に入る人もやっぱ設備もいい中で、学校も近いから、まあ、とてもいい環境で、まあ、サッカーする人はサッカーに集中して取り組める場所ではないのかなと思います、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということでね、柳ヶ浦高校行ってきました、印象としてはね、毎日やっぱり芝の環境、人工芝の環境で練習できるのはすごくいいなと思いましたし、勉強もサッカーも頑張りたいっていう選手に関しては、進学先もねしっかりしているので、非常にねおすすめの高校かなというふうな印象を受けました。気になった方はね、詳細概要欄の方にホームページ貼っておきますので、ぜひそちらをチェックしてください。2021年も TGK 女子サッカーのために活動していきますので、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。 See ya!